いつもご視聴いただきありがとうございます。今日はね、自宅で採れた大根を使おうと思います。大根ってもともと地中海とか中央アジアの方で原産の野菜だそうです。まあ、それを使って今日は、美味しい煮物を作っていこうと思います。でその大根なんですがね、皮を剥いて麺取りして米のとぎ汁を入れて、まあ米のとぎ汁がなかったので米を入れながら柔らかくなるまで炊いていきます。柔らかくなったらそのまま水に落としてね、冷まして、今度はだしと昆布と酒、みりん、醤油で味をつけて炊いていこうと思います。今日は圧力鍋を使わずにそのまま火にかけてゆっくり時間をかけながら炊いていこうと思います。この前ね、圧力鍋で炊いたんですが繊維がすごく残ってて食べにくかったんですよね。だから今日はあえてちゃんと水で炊いていってみようかと思います。そうすると多分繊維も残らず柔らかく炊けるはずなんで、味が整ったらここで追いがつおします。追いがつおでとりあえずこのまま冷まして味を染み込ませていきたいので翌日まで待っておきます。で翌日になりました。もうこの色です。もうしっかり味は染みています。で冷蔵庫の奥の方で出番待ちをしていた海鮮、冷凍の海鮮ですね、エビとイカ、これを細かく切ってこれも今日は使っていこうと思います。そうすることによって多分大根の旨味にイカとエビの味も乗っかりさらに美味しくなると思います。でこの大根の味がよく染みた出汁を別に取り、そこに先ほど刻んだ海鮮を入れていくわけですが、このまま入れてね、味がちょっと薄いと思うんでそこにまた醤油とか足せばいいと思います。でそこでもう一度味をしっかり決めて片栗でねちょっとあんのようにしてしたらもっと美味しくなると思うんであんにしました。はい、完成です。大根の煮物海鮮あんかけ。はい、それでは大根初物ですね、いただきます。大根はねしっかり味がついてるんで
カツオだしで炊いてね、置いてるんで、これでだけでも十分と美味しいと思います。いただきます。うん。もうね、すっごい柔らかいです。ほら。うまい。うん。味が染みてます。それにエビとイカのね、味がまとって、さらに大根の旨味がアップしてます。うん。熱い、うまい。熱々。本当はミンチでね、豚かなんかでこう行こうかなと思ったんですけど、なんかね、去年もやったような気したんでね、今回は海鮮にしました。これはこれで最高です。うまい。うん。大根も今ね、どんどん畑で取れていってます。こういう料理とかね、まああとまた、ブリ大根とか、いろんな料理に大根も使って、美味しくいただいていこうと思います。今日は、霧島、鈴で、大根初物、乾杯。美味しい。これはうまい。レンゲあった方が良かったですね。皆さんも美味しい楽しい食事してください。